光合成細菌は、光合成を行う細菌の総称である。酸素発生型光合成をする、藍色細菌及び、光色細菌や光色費用細菌などの酸素、非発生型光合成細菌を含む。単に光エネルギーを利用する、栄養性の細菌という意では、光栄養細菌と呼ばれる。従来記載されてきた。 公営用細菌の多くは光合成能を持つので、慣習的に光合成細菌と総称されることも多い。16S な系統解析に基づく原核生物の分類群のうち、光合成細菌の範疇に入れられてきたものは、藍色細菌、黄色細菌、緑色イオウ細菌、緑色カス性細菌、ヘリオバクテリアである。緑色カス創細菌は、緑色死女性細菌、 緑色肥養細菌と呼ばれることもある。光色細菌は栄養、生理的分類から光色用細菌と光色肥養細菌に分けられる。しかし、ヘリオバクテリアは光エネルギーを利用して炭素固定を行うという本来の光合成の性質がゲノム上でも表現型上でも認められておらず、厳密には公栄養細菌と呼ばれるべきである。公栄養という点からは、 高度高使用菌は、バクテリオロドプシンを使って光従属栄養的に増殖する。光エネルギーを使用する点で、光合成細菌と同じであるが、クロロフィル類を持たず、アーキアであることから、光合成細菌には含めない。近年は、海洋性の細菌の中にもロドプシンを持つ種が見つかっており、一部に高栄養能が証明されているが、光合成をするかどうか確定していない。 光合成細菌のうち、藍色細菌のみが酸素発生型の光合成を行い、その他は酸素非発生型の光合成を行う。また、藍色細菌は高化学反応中心藍と光化学反応中心2の両者を持っているが、その他は鉄用型反応中心か機能型反応中心のいずれか一方しか持たない。光合成色素としては光。 合成細菌すべてにおいて、クロロフィル類を用いている。しかしながら、藍色細菌ではクロロフィルを用い、その他ではバクテリオクロロフィルを用いる。反応中心色素として用いられる色素は、基本的にクロロフィル A もしくはバクテリオクロロフィル A で、あるが、シアノバクテリアの一種であるアカーリアクロリスマリナでは、クロロフィル D を用いており、黄色細菌の一種であるブラスタクロリスバーディスでは、 バクテリオクロロフィル B を用いるほか、ヘリオバクテリア族はすべてバクテリオクロロフィル G を用いている。バクテリオクロロフィル G は、酸素存在下で、光エネルギーを吸収すると、クロロフィル A 様物質へと異性化することが知られている。黄色細菌と緑色滑走性細菌は、酸素存在下で呼吸によって生育が可能であり、酸素非存在下及び酸素微存在下では光。 合成器官を作り光合成によって生育する。一方、緑色用細菌とヘリオバクテリアは酸素存在下においては生育できない。ただし、ヘリオバクテリアは耐性胞子を形成することが知られており、それにより酸素存在下でも生き残ることが知られている。16S な系統解析に基づく原核生物の分類において光合成細菌というまとまりは存在せず、 前述の5群がバラバラに存在している。分岐を形成する順序は、根により近い型から緑色活走性細菌、緑色色細菌、黄色細菌、ヘリオバクテリア、藍色細菌となる。黄色細菌は、現在プロテオバクテリアモンの中に含まれる。ヘリオバクテリアは、グラム陽性細菌である、フィルミクテスモンの中に含まれる。公栄養細菌としては、 2007年にアシドバクテリアモンに新しい金群が見つかった。これはクローラシダオバクテリアムサーモファイロムという高熱性の生物でバクテリオクロロフィル A と C を持ち光従属栄養で増殖する。効果学系は鉄用クラスター型である。さらにゲマティモナスモンに抗栄養細菌、ジェマティモナズフォートトラフィカが見つかっている。ありがとうございます。